車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はボンド大阪からカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは岡店長です。よろしくお願いします。今回紹介する車がこちら、はい、こちらやってまいりました。ついに完成ですね。ついに完成です。こちらを詳しく今回ご紹介させていただきます、はい、そうです。まずいかつすぎますSVJ ロードスターマットブラック の中エルメスみたいなオレンジで AL13 のカーボンにも入れたあのお客様の足です、はい、そんなことある？はい、新型ゴーストが足って聞いたことないんだけど。そうです。しかもブラックバッチです。まあまあ本当は、はい、カリナンフルマンしようって話だったんですよ、はあ、でもカリナンがマイナーチェンジするじゃないですか、うんうん、でカリナンマイチェンするみたいだねっていう話で、じゃあマイチェンしたカリナンのブラックバッジをフルマンにしようってなったんですよ、うん、それまでのつなぎつなぎです。あ、はい、つなぎが必要なんだ。そこそうです。あ、そうなんだ。なんか買おうってなって、でちょうど新車のブラックバッジがあったんで、うん、じゃあこれにしましょうって言って、はい、でこれをちょっと仕入れさせていただいて、ちょうどこの撮影がオートメッセ、大阪オートメッセの搬入の前日なんですけど、はい、まあどうせだったら出しましょうよってなって組まさせていただきました。え、じゃあ何、もともといじる予定がなかったってこと？あ、いや、もともとつなぎだったんですけど、うん、つなぎでもノーマルはダセーっていう話で、で相当な重症患者様ですね。でそのフルマンソリーは必須なんですけど。あ、そうなんだ、はい、だからフルマンやってホイールは絶対アメタン、うんうん、はい、っていうことで。というわけで今回もそのセットで仕上がってると、はい、そうです。でもう先に話が出てきましたけども、はい、ベースカーがじゃあブラックバッジで、はい、それにマンソリーのエアロパーツがついてると。はい、もう全部つけました。基本的にあるもの全部ついてる、はい、あるもの全部つけました、はい、フルフルでついてる感じです、はい、そうです。ただこれバンパーが初めて見たやつです、はい、そう、バンパーが今までのデイライトとちょっと違う、このコの字型のデイライトになって、はい、ここがちょっとデザイン変更されてる、はい、そうなんです、はい、ちょっと特徴的な、で、まあ、どっちか選べますよっていうことで、一応やっぱ新しい方がっていうことで今回こちらをせっかくだからつけようと。そうです。でここデイライトになってるんだよね。それデイライトですね、はいはい、ありがたいことに何台もご紹介させていただいてるんで、はい、ご存知の方も多いと思うんですけど、はい、マンソリーなんで全部交換なんだよね、はい、もうそうです、全部交換で。で今回このツートンじゃないですか、ここにもコーチライン入ってるんですよ。そうなのね。そう、ここにもコーチライン入ってて、でここでスパンって切れるんですよ。言ったらここからマンソリー変わるじゃないですか。もうここのマンソリーだもんね。そう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 。なんで、うん、ちょっと悩んだんですよ、塗り分けを、うん、ああ、なくしちゃうのか。そうそうそう。今までツートンのゴーストって僕組んだことなくて、うんうん、なんでだからここからこうつながりを入れてこう伸ばしたんですけど、というわけで そのまま延長線上で、ここから延長線上で行って、だからここ塗り分けて、でまあ段差もないようにこうクリアを。だから言われないとこれ分かんないね。そう、分かんないです、はい、処理も自然だし、マンソリーのバンパーってそのドライカーボンで表面がツルツルだから、はいはい、ボコボコしてないから、そう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 、こう変えた感が本当にデザインがこう、はい、だからここが分からない。そう、うまいことここで切っても変だしなと思って、こうちょっとふわっと伸ばしてあげてっていうので、はい、まあ、このマンソリーの派手なバンパーですけど、そういう細かい処理に関してはもう自然に、はい、そうですね、こっちでさせていただいてっていう感じで、はい、でそこにちょっとつながる部分かもしれないですけど、はい、僕今回気づきました、はい、マンソリーのこのデザインの秀逸さ、はいはいはい、これ例えばリップとかも3分割になってるじゃないですか、はいはい、そうですね、全部このラインがつながってるのね、はい、これ確かにちょうどここで綺麗に切れてますもんね。そう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 、ハの字書くような感じ で、 でこれ横でも同じことがされてるんで、はい、ちょっと横で、じゃあちょっと横を見たいと思います、はい、あで、はい、あマンソリーのバッジなんですけど、はい、これ、この車中がティファニーみたいなブルーなんですよ。でコーチラインがそのブルーなんで、うん、もともと引いてあるんだ。そうなんですよ、うん、なんでこれマンソリーに頼んで、このマンソリーのロゴをこの色で作ってくれって言って、めちゃめちゃ本国っぽい。そうで作ってもらったんですよあ、そうなんだ。あ、じゃあこれ国内で塗ってなくて、塗ってないです、これもともとこの状態で来ました。はあ、はい、国内に行ったマンソリー本国で、そうそうそう、本国にこれちょっとこんな感じの色でって頼んで上がってきて、もう差し色で結構派手めな色っすけど、そう
でもやっぱこのちょっとシックな雰囲気なんで、今回の車だからこれちょっと差し色だけちょっと明るめな色入れたり、こんな感じで仕上がって、はい、もちろんこれもドライカーボンの、これもドライカーボンです、はい、ちゃんとカーボンの折り目も綺麗になってる。前回りはこんな感じ、前回りはこんな感じですね、はいはい、こんな感じって言っても十分すごいですけど あとまあまあこの辺はラッピングしました。あ、なるほど、そうそうそう、ブラックバッチなんですけど、ここがブラッククロームなの、ここなんかメッキなんで、あ、そうだっけ、そうそうそう、そこはラッピングでさせていただいて、この辺も合わせて黒くなってると、はい、そうです、いかついね、だいぶいかついですあとなんかあの光るやつもつけました、マンソリ、これじゃあ後でインサートで入れておきましょう。あ、そうそうそう、あの、はい、グリルの中が、そう、グリルの中、こことここが光ります。はい、でしかもマンソリーにすると下もこう繋がったデザインになるんですね。あ、そうそうそう、で下の光るのは別売りなんですけど、上だけ光って下光らんのかしら、一応両方光るように。なるほど、はい、そんな感じに前回りもってと、はい、そして横に回ってってもいいでしょうか。はい、どうぞ。これちょっとホイールのインパクトがすごすぎるんで、どうしますか、先一回ホイール行きましょう。先ホイール行きます、はいはい、こちらのホイール、はい、こちらホイール MV フォージの、もうあのロゴが見えないどこだって、ここ、MV、ね、ホイールのインパクトがすごすぎるそう、もうまんまなんかアメリカじゃん、はい、もうなんかイメージはそれです、うん、はい、なんかアメリカのショップが作ってそう。お客様の家にまだ、ね、納車してないんですけど、お客様の家にまあ SVJ ロードスターで AL13 のカーボンリム入って、でちょっと乗り換えたんですけど、奥様がこの前までウルスだったんですよ。あ、そうなんだ。そう、ウルスで AL13 入れてたんですよ。でこの車で MV も入れて、アメリカのセレブじゃん。そうそうそうそんな感じのというわけで到着されてるのがこの MV のディッシュホイール、はい、そうです。でしかもフィニッシュがこれフルポリッシュ、フルポリです、はい、もうピカピカ、フルポリの、そうそうそう、で3ピースの VL、 これ3ピースなんだ。そう、3ピースです。 VL7070、はい、っていうデザインっていうデザインで、もうフルポリでここのアウターリムと、だからこれ繋がってるように見えるんですけど、全然隙間空いててね、はい、これだからリムとディスクが別になってる、はい、そうです。割とこう単調になりがちなこうディッシュデザインだけど、うん、そう、こう分けて繋げないで浮かせることによってめちゃくちゃ立体感、ちょっとこう立体感を出したくて、だからなんか多分ワンピースだったら結構のぺっとしちゃうかなと思って、はい、だからと思いきや意外と根茎部もしてて、そう、すごいこう内側に落とし込んで、なんていうんですかね、コンケーブっていうかラウンドっていうんですかね、うん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 、この感じは、そう、すり鉢状に、そう、結構内側に入っていいなと思って、まあ、でこの、はい、フローティングのキャップがついてると、はい、ここが変えられないんで、はい、コンケーブ本来はあんまりつけられないんだけど、そうそうそう、意外と僕もっとフラットで来るかなと思ったんですけど、結構コンケーブしてて、はい、というわけでこんな感じで、サイズはこれはサイズ24インチでこの激レアタイヤ、もうあの探してもない、あ、ないんだ、ないです、本当にない。この言ったらゴーストってフロントの、うん、あれ僕詳しいこと分かんないんですけど、あのアッパーアームがなんか2段になってるんですよ、なってる、間にゴムみたいな挟んで乗り心地のために、うんうん、あれのせいで太いホイール履けないんですよ。はー、で言ったらそれをかわすためにフロントは細くしないといけないんですけど、うん、最近だったらもうそのタイヤがないんで前後通しでちょっと細めのセッティングで行く人が多いんですけど、まあ言ったらリアちょっと太くしてるん で、うん、でこのタイヤの組み合わせがもうないんですよ。あ、そうなんだ。でこのタイヤは僕が前にゴーストを作った時にタイヤがもうないって聞いてこっそり取ってたんですよ、1台分。そうなんだ。そうそうそう、デッドストック。そうだからもうないんですよ。パンクしたらやばいですそう、あと先考えてない、考えてないただここの絶妙な厚みと、うん、サイズは255-30-24、そうですね、はい、ピレリの P00、はいはい、というわけでこんな激レアタイヤと組み合わせてる、はい、組み合わせております。でデズラもバッチリですね。そうそう、デズラもいい感じで、まあ、はい、なんかもうちょっと攻めてもよかったんですけど、なんかパンパンすぎるとちょっとキャラが違うかなって、多分レースドーンだったらパンパンの方がかっこいいと思うんです。だから気持ちぐらい、うん、チューナーみたいな感じ、そんな感じの、はいはい、で仕上げてる。そうで見えないんですけど、一応キャリパーもティファニーティファニーブルー、ティファニーっぽいブルー。これディッシュのホイールにしちゃってるんで全く見えないんですけど、はい、キャリパーもしっかり、はい、ちゃんと差し色でティファニーブルー、ティファニーみたいなブルーになってる。そうです。これが純正、これ純正なんですよ。はい、だから純正でもともとこの色だったらもう今回塗らずそのままで、はい、結構この差し色でキャリパー塗ってる車なんかだとキャリパー見せたい派が多いと思うんですけど、はいはい、見えない派です。あえて、はい、キャリパー見えない派ですこんな足元で、はい、これやばいね。そう、これがね、あのオートメッセの搬入前日にあのやっと関空に届いてさっき届いた、そう、フェデックスで来てもうドキドキしてるもうあの PCD 変わったんで
あ、そっかそっか、そうそう、ね、つかないんじゃないかっていう、なるほど、ミスってたらごめんじゃすまんよって思ったらちゃんとついてる無事ついてよかったって、はい、でローダウンもしっかりされてて、はい、ロアリング、これ IID のロアリングで、はい、定番のやつで、はい、まあ、あとは車内で上げ下げもできる、そうですね、はい、まあ、絶妙な車高になってる、はい、そしてですね、あとはマンスリー今回フルでついてるということで、はい、なんとフェンダーも変わってるということで、変わってます、はいはい、これすごいよね、毎回思うけど、そうそうそう、フェンダーも交換して、ちょっとその造形でいうとここがメッキなんですよね、うんうん、メッキのプレートになるんですけど、もう今回はこれももうグロスブラックに、これもともとノーマルフェンダーこれごとないんだもんね、はい、ないです、もう のぺーっとしててこのウインカーがついてるって感じ で、うん、でマンソリーによってここのダクトが新たに設けられて、はい、で本来はここメッキなんですけど全部黒くのって、はい、黒にしてます、はい、取り付けられて、はい、でこっちももちろんドライカーボンなんで、はい、もう分かんないよね、分かんないです、素材が何なのか、そうそうそう、でやっぱマンスリードライカーボンなんで高いんですけどフィッティングは抜群なんで、本当にこういうとこ見ると本当にフェンダー社外ですかっていうぐらいのクオリティで、本当になんかね、まあまあ某メーカーとかだとこう反ってたりとかするんで、やっぱりそこはマンスリー高いだけあるなっていうのは、そして先ほど前でもちょっと話が出てきたコーチラインが、はい、はい、でこのコーチラインが、まあ、言ったらフェンダーごと変えるんで引き直されてる、そう、これ再現してます、はあ、でこのマンソリーのこの言ったらこのブルーのロゴも作り直してクリアで閉じてるんで、これ触ると段差ないです、ここは段差ないんだよね、はい、ここ段差なくてこっちのラインは段差があるんですよ、これもともと段差あるからなんで、ね、あります、そうで昔は手で引いてたんですよ職人が、はいはいはい、でも今はもうマスキングで塗装になったんで、ねね、そうそうそう、だからそれでちょっとラインを入れ直してっていう感じで、確かにここやってんな感が出ちゃうと、はい、ちょっと残念な感じ出ちゃう、そうそうそう、もう完全再現、はい、はい、もうそこは綺麗に再現させてもらって、でまあさっきのフロントと同じエンブレムすごいね、徹底してるね、そう、もうここはねやっぱり、そう、もうマンソリーにお願いって、これ前と同じくじゃあドイツで、そうそうそう、向こうでやってもらって、でこっちは純正ブラックバッジのエンブレムのここに色を入れました、なるほど、そうです、ブラックバッジになると色ひっくり返しになる、そう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 、というわけでひっくり返しになったところを、はい、この色を入れてあげて、ブルーが入って、はい、そうです、そしてですね前で触れたそのデザインの話なんですけど、はいはい、マンソリーって全部そのラインがつながってる、だからこのダクトも、はいはい、ここ、そうそう、急にダクトが出てくるんじゃなくて、はい、プレスラインをそのままダクトに、そうなんですよね、だからこれすごい綺麗なんですよね、で上何にもないんですけどそのまま伸ばしていくとドアノブにこうちゃんとラインが、あーなるほど、さすがマンソリーそのデザインになってる、うん、そしてもう一個気づいたのは、はい、このバンパー そのスポイラーの部分だったり、はい、サイドスカートはい、もうちゃんとこのフェンダーアーチの延長線上でちゃんとラインが来てる、あ確かに、だからここも例えばこのそのまま下に落としてサイドスカートとか、はい、うんうん、こっちもこのまま下に落としてとかじゃなくて、はい、ちゃんとフェンダーアーチと同じようなちょっとこうなってるんですよね、そうそうそう、若干その延長線上でちゃんと処理してるっていう、はい、だからもう本当にメーカークオリティですよね、うん、そんな感じがする、はい、そして横を回っていくと、はい、もうブラックバッジなんで真っ黒ですね、あそうですね、でドアハンドルは、はい、ラッピングして、ここはラッピングしてるんです、そうです、というわけでちょっとメッキが大きすぎた、はい、そして、はい、先ほどちょっと話出てきましたけど、はい、サイドスカートマンソリーの、はい、なんでここもそうちょっとそのマンソリーを塗ろうか悩んだんですよ、ちょっとブルーにここにエンブレム入ってるんですよね、そう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 、はい、あ確かにブルー、うん、ちょっと思ったんですけど結構もうここだけでいっぱいあるんで あえてもう黒にしちゃいました、はい、というわけでここは黒で目立たなく、はい、そうです、そして、はい、後ろ、はい、じゃあ後ろは少し太くなってて、そうです、後ろが285/30/24、なるほど、はい、だからちょっと太いです、うん、はい、そして根茎部もそう、まあ、前よりかは気持ちラウンドしてるかなぐらいな、はい、ただスーパーカーみたいにリアの方が圧倒的についてるよねって感じじゃなくて、だから本当にわずかに、うん、前後一緒ぐらいかなっていう感じですかね、絶妙なさじ加減で、うん、そうそうそう、はい、やってると、はい、リアもじゃあ結構貴重なタイヤになってくるってこと、うんリアの方が貴重だったかな、あそうなんだ、そうどっちかがもうないんですよ、はい、じゃあもう減っちゃったとか、はい、パンクしたって言ったら、はい、もう別の方法を何か そう考える必要がある、もう多分オーナーさんそんな乗らないと思うので、なるほど、はい、というわけでこんな大胆なセッティングになって、はい、そうです、でリアも車高いい感じですか、はい、いい感じで下がってます、こんな感じになってます、はい、一応これが走行車高なんで、あなるほど、はい、なるほどなるほど、だから乗降モードをするともっと下がるんですけど、うんうん、ちょっと下品すぎたんでとりあえず上げます、若者感出ちゃいます、ね、そうですね、はい、そして後ろに行くと後ろも結構にぎやかっすね、はい、はい、後ろももう一応全部、はい、全部つけました、まずねツートンがめちゃ効いてる、そうこれがねかっこいいんですよね、はい、でちゃんとここにもコーチライン、そう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 、だからこれ純正コーチラインなんで、はい、これコーチラインとボディカラー色違うの知ってた、え
そうなんですよ。これ前なんか教えてもらったんだよね。グロスブラックとでこっちが、確かに言われたら違うっすね。だからこう引いてる線だから全然違う色で、へえ、確かにメタリック入ってないですもんね、はい、そして上から見ていくと上のこの、はいはい、マンソリーの、はい、ルーフスポイラー、こちらもついてる、はい、これもカーボンで、はいはい、でこのままの流れでトランクスポイラー、トランク、これトランクいいよね。トランクかっこいいですね、うん、だからまあルーフは正直そのエアロなしだったらトランクだけつけてもいいかなって思うんですよ、うんうんうん、同色とかでつけたり、うん、でもやっぱフルで組むんやったらルーフも欲しいなってというわけで両方ボールがついてる、はい、そして後ろ、はい、ここももちろん、はいはい、交換しております。抜かりないね。なんか本当にドイツで見たのとさ、うん、そうそう、やっぱなんか本当に違いがないというか、あのドイツ出張はちょっとこう丘的にすごいいろいろ得るものがあったなと。そうなんだ、はい、いろいろなんか自分の中でこういうのやりたいなっていうのはもうすごい無限に湧いて出てる感じがでこう実現させてくれるお客様もいるというか、はい、そう本当に本当に。そして今回リアバンパー、はい、リアバンパーこれ純正ですよね。リアリアバンパーがそうですね、純正でこの下のディフューザーが、はい、そうマンソリーに変わってディフューザーになってると、はい、えげつないね形で、今回バージョン新しいあの LED 付きのやつに、なるほど、はい、そうです、ここについてそう F1 マーカーみたいな、はい、もうねやんちゃもうね違う車みたい、そう後ろからのシルエット、なんか後ろから見ると前は威圧感すごいじゃないですか、うん、ラグジュアリーな感じ、うんうん、後ろはもうスーパーカーみたいな感じなんで、はい、もう乱暴そう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 、というわけでこんな大型の、はいはい、そうです、ドライカーボン製のスポイラーがついてると、はい、で全部カーボンの面を中心に寄ってって、はいはい、きれいに真ん中 V 字で分かれて、でマフラーも、はい、だいたい高級車最近特にもうマフラー見えなかったりとか、はい、あそうです、ね、控えめな出口だったりしますけど、はい、このどでかい、そうそう、でこのどでかいどでかいこのドヤっていうマフラーにちゃんとこのロゴも入れさせていただいて、やばいねこれだロゴも、はい、ちょっと入れてちゃんとクリアで閉じてあるんで熱で剥がれたりもしないですし、ちゃんとその辺も処理しちゃう、はい、そして横、はい、ちょっと戻ると横にもこれもアクセントがついてる、そうです、これもオプションパーツは、ー、はい、結構それつくともうなんかバンパー自体が車外っぽく見える、そう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 、結構ねこれつけてる人少ないんですけど、あそうなんだ、お客さんとどうしますって、もう全部でしょって言ってつけました、はい、しっかりこの辺のアドオンのパーツもついてる、フルフルで、じゃあ今回フルフルでつけました、マンソリーになって、はい、こんな車になっております、はい、じゃあ続いて内装は特に触ったそうですね、ちょっと小物をちょっとつけた感じなんですけ どちょっとこの、ちょっと失礼します、はい、まあ、トータルコーディネートなんで内装チェックもしたいと思います、はい、これすごいね、こんな感じ、あのさロールスってさ、はい、もうなんかいろいろやりようがあるじゃん、はい、だからもうめちゃくちゃ決まってるやつって、うん、はい、もうチューナーでやったコンプリートかみたいな、ね、はい、まあ、そんな感じですねもうそれを純正でこんだけしちゃうんだからっていうのは、はい、でこう外では控えめに使ってたこの青を、はいはい、この内装ではもう真逆、そうそうそうもうだからこの色ありきで工事ラインも入ってたんでちょっと散りばめたいなっていうのもあったんですよ。これすごいね、はい、これはかっこいいです。あのね少なくともつなぎで乗る車ではないですそうもうつなぎで買って別のお客さんがうちに置いてあるのを見て、でこれ売るとき声かけてねもうなるよねそうそうそう、これもうね永久保存版、そうそうそうだからもうすごいかっこいいんですけど、やっぱりもうどん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 次に次にっていう、はい、で内装も細かく触ってて、はい、そうですね、なんでまあカスタムでいうとこのマンソリー このカーボンのやたら高いイルミネーション、やたら高いやたら高いスカーフプレート、はい、もちろんカーボン製で、はい、であとまあマンソリーでいうとそのペダル、あの、はい、ロールスってさ確かペダル豪華にならないんだよね、ならないんですよ、そうなんですね、なんかすごい安物感があるんで、やっぱこれだけで全然違うな。なるほど、はい、まあ、ドライバーズカーでもありますからね、まあ、そうですね、ゴーストはね、特にブラックバッジは、そうそうそう、なんでその辺もしっかり仕上がって、うん、これめちゃくちゃかっこいいね。で純正オプションももうフルフルなんで、ビスポークオーディオから、うん、スターライトからリアのエンターテイメント、はあ、だからテーブルも全部ついてる、はい、だからこれベースカー次第では本当にだから内装コンプリートもに負けない、はい、むしろしなくていいぐらいの、そうそう、それぐらいの車で、でだから新車で普通に6000万超えてるんですよ。本当に、そうです、普通に6000万オプション込みで超えてて、でそれに今回うん、なんぼ使ったっけ1600万ぐらいやったかな
ぐらいカスタムさせていただいて、だからまあ一つのやり方として、だから内装も、はい、あのカスタムしてない車をドイツでやりきっちゃうのも一つの手だし、そうですね、はい、もう純正でできるところだけやって、そうそうそう、はい、もう外装にあのちょっとこう力を入れようかっていうパターンもありですし、はい、これはすごいね。そうだからもうこれは本当にね、もうちょっとしたマンソリーのパーツを足そうかなっていう、確かにもうそれでいい感じ、そうそうそう、こんな感じになっております、はい。じゃあ最後になりますけど、はい、ここからいいですか、はい、なんかねもう本当にドイツとかアメリカで見てきたものと変わらない、はいはいはい、すごいいろいろやりたいやっぱりこう、まあ、うちで言うと代表がやっぱり扱ってるパーツはその人たちのところに行って実際に見てこいっていうスタンスじゃないですか。もう言ったらいろいろ体感して吸収して、じゃあそれをどう日本で再現しようっていうのが楽しくて仕方ないです。あ、じゃあまだ引き出しはいくらでもある感じ。めちゃくちゃある。もうこのゴーストはそのさっきも言ってた内装がすごいもうこだわって作ってあるんでいいんですけど、やっぱ内装がもう真っ黒で味気ないんだよねみたいなやつをいろいろこれからやったりもしたいですし、やっぱりもうただただエアロつけるんじゃもうお客様の目がもうみんな超えてきちゃったんでただつけるんじゃ面白くないよねってなるんで、じゃあそうなったらワンランク上、ワンツーランク上のサービスってなるとそういうところかなって思っています。まあ、海外経験豊富な岡店長ですから、いやもう ありがたいんで、もう海外と同レベルもしくはそれを超えるようなものも言っていただければ引き出したくさんあるみたいなのでご相談いただくといいんじゃないかなと思います。ぜひお願いします。というわけで、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録って言ってたんですけど、はい、チャンネル登録っていうと抵抗がある人が多いみたいなので、はい、チャンネル登録じゃなくて、はい、お気に入り登録みたいな感じなんで、もっと気軽に押していただけるといいんじゃないかなそういうあの、はい、なんか月額いくら取られそうみたいな、そういうイメージの方もいらっしゃるみたいなので、なるほど、はい、チャンネル登録であるんですけども、はい、ぜひお気軽に登録していただけると、あの新しい動画が出た時にあの通知が来ますんで、はい、まあ、こういったかっこいい車とかびっくりするような車、そう、あと最近のあのツッチーがカートでただただ遊んでた動画とか、はい、そういろんな動画が届きますんで、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、お願いします。あとは SNS のフォローもインスタ、ね、X やってますんで、はい、そちらのフォローもよろしくお願いします。もうちょっとで10万人、あ、ボンドチャンネル YouTube はもうちょっとで10万人なんで、だったら盾が、そうね、銀色の盾欲しいんで、はい、あれ盾来たらなんかカーボン加工とかして、あ、ボンドボディにぶち込むって、そう、はい、というわけでインスタグラム X のフォローもよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。